諏訪バイパスは、長野県千訪市から同県諏訪市を経由し、同県諏訪郡下諏訪町にかけて、計画、整備されている国道二十号バイパスである。現在は、諏訪市側約ートルのみ共用しており、残り約十一キロ 11km 区間は、計画段階評価の手続き中である。長野県千訪市宮川付近諏訪インターチェンジ、関連事業として整備された、区間当該道路は、 スワ盆ンチにおける国道25原道の慢性的な渋滞を分散、解消させるため、1970年代に、地の市から岡谷市に至る全長1 9 2トルの道路として計画された。1971年にルート案を公表し、翌72年12月には、 千の市宮川から下諏訪町東町中の国道142号接続部までの 14.6km の都市計画を決定。このうち千の市宮川の中川原北交差点から諏訪市滋賀の飯島交差点までの区間は1981年の中央自動車道諏訪インターチェンジ開設に合わせインターへのアクセス向上を図る諏訪インター関連事業として 同年3月と1996年7月に、それぞれ暫定に車線で供用された。この区間の用地は、将来的に4車線拡幅できる、用用地確保されている。一方、諏訪市滋賀から下諏訪町東町中までの約 11km 区間においては、一部地域において、地域が分断されるとの声が上がるなど計画ルートの地元理解が得られず、 長期間にわたり事業の進展が見られなかったことから、1991年に国土交通省が計画の白紙化を表明するに至った。しかしながら、当該区間は幹線国道の一部をなす関係で、大型車等の往来も多く、境愛、屈曲区間が続く域内には、JR 中央本線との踏切が2カ所存在するなど、 物流ネットワークのボトルネックとなる状況が続いた。地域では多発する渋滞や、それに伴う追突事故の増加、第3次救急医療施設である、諏訪赤十字病院へのアクセス強化が喫緊の課題となっており、加えて2006年7月の豪雨では、域内の中央自動車道と国道20号がもに全面通行止めとなるなど、その脆弱性も指摘された。 こうした状況を踏まえ、国道20号の安全性、定住性を確保して、域内の命の道としての機能を守り、産業、観光面の振興をインフラ面から支えるべく、2013年5月に国土交通省は事業化に向けて、ルート等を再度検討する、計画段階評価手続きに入ることを表明。2014年7月には、言動拡幅案や、 当初の都市計画ルート案、都市計画案より山川り土や森土、橋梁、トンネルでバイパスする山川ルート案を提示し、同年9月と10月に実施したアンケートの結果も踏まえた上で、比較検討を行いの山川バイパス案を整備計画とする方針を示した。2016年4月開催の関東地方整備局、関東地方小委員会では、 国土交通省方針が了承されており、今後は正式な対応方針決定を経て3年程度の時間を用紙環境影響評価を行うと同時に、都市計画変更等の手続きが取られ、詳細ルート、設計を決定することとなる。将来的には、起点側で接続する坂室バイパスや、終点側で接続する下諏訪岡谷バイパスと一体的に、 諏訪地域における広域ネットワークを形成し、諏訪湖を挟んで南側を通る、中央道と北側を通る、国道20号とでダブルネットワークが構築される予定である。2021年5月、事業者側の環境をアセス準備書に対する住民意見の意見書再募集の際、前回の意見書のほとんどが事業推進に否定的だったという理由から、 長野県下諏訪町が事務局を務めるバイパス建設推進団体が県の求めという表現を用いて賛成意見を募る要請書を出していたことが分かった。一見書を受け付ける行政機関が意見書の内容を第三者に漏らしたことで手続きの正当性そのものが問われる事態となっている。ありがとうございます。